イリーナ・マクシム・バレエから2019年夏の特別ワークショップのご案内です。イリーナ・ドボロヴェンコとマクシム・ベロツェロコフスキーは21世紀の最初の12年間おしどりカップルとしてアメリカンバレエシアターを引っ張った元プリンシパルダンサーたちです。イリーナ・ドボロヴェンコはウクライナのキエフに生まれ、10歳でキエフバレエスクールでバレエを習い始めました。キエフ国立オペラバレエでプリンシパルダンサーとして踊った後、1996年にアメリカンバレエシアターに入団、2000年にはプリンシパルダンサーとなりました。ドボロヴェンコは素晴らしい音楽性とテクニックで知られ、彼女が踊る舞台は常に輝く美しさとエレガンスに満ちていました。2013年春、 ABT のステージから引退したドボロヴェンコは今や女優としてニューヨークでミュージカルやテレビドラマの出演に忙しい日々を送っています。マクシム・ベロツェロコフスキーはキエフバレエ学校でトレーニングを受け、国立ブルガリアオペラやウクライナの国立オペラバレエのプリンシパルダンサーとして、あらゆる古典作品の主役および重要な役を踊りました。1994年にアメリカンバレエシアターに入団、2000年にプリンシパルダンサーに抜擢されました。その洗練されたテクニックと自信に満ちた存在感で、ベロツェロコフスキーは古典のみならずコンテンポラリーバレエのテクニックもものにして、 ABT でも最も多彩なダンサーの一人と言われました。2012年 ABT の舞台から引退し、2015年から ABT のセカンドカンパニーであるスタジオカンパニーで客員教師として教えています。アメリカンバレエシアターを2013年に引退して以来、マクシム・ベロツェロコフスキーとイリーナ・ドボラベンコはニューヨークで若いダンサーのための夏の講習会を開催してきました。基礎的なカリキュラムはクラシックバレエ、レパートリー、ポアント、バリエーション、キャラクターダンス、男性テクニック、パートナリングで構成されます。また何年もの間、2人はユースアメリカグランプリの審査員を務め、入賞者に個人的にコーチも行ってきました。さらに ABT スタジオカンパニーのワークショップで教え、 ABT のソリストやプリンシパルダンサーのコーチもしています。彼らは生徒の年齢にフォーカスを当てた訓練ではなく、それぞれの生徒の肉体的、精神的な発達に繊細に注意を払います。しっかりした基礎を築くことに焦点を置き、正しいプレイスメント、
正確に動く習慣をつけること、そして若いダンサーたちが成長する過程で必要な事柄に慎重に配慮しながら怪我をしないように動けるようになることに重きを置きます。生徒たちはテクニックを向上させる以上に踊りの芸術としての価値を理解し、芸術家として成長することを学びます。マクシムとイリーナは生徒それぞれの個性に基づいて教えます。それぞれに個人的な訂正と芸術的なガイダンスを与え、その生徒が持つ特別なクオリティを活かせるようにアドバイスして、生徒一人一人を舞台またはコンクールに備えます。このワークショップに参加することで ABT のスタジオカンパニーなどプロフェッショナルなダンスワールドの登竜門への紹介の可能性も出てきます。昨年は日本からの参加者もありました。さあ、あなたもイリーナとマクシムの指導を受けて世界のステージへ羽ばたきませんか？